はい、ですね、次ね、バストアップのちょっと肩回りなんかの、着衣の説明したいと思います。これね、まあちょっと、身も蓋もない話ではあるんですけど、要するにまずは素体が大事なんですよ。素体っていうのは、中身といいますかね、難しいんですけど、まずは首があって、このフォルムですね。お、なかなかいい形になりましたね。ここに、例えばシャツとか難しいですよね。シャツとかネクタイとか、難しいですよね。まずこの素体がまず描けるかどうか描けないかっていうのがまずは難しいんですよ。実は逆に言うと、ここまで描けたらもうね、あのシャツ描いたようなもんなんですよ、これ。シャツってさ、こう首を覆うようにっていうんですかね、囲うようにあるの分かりますかね、うん、お、そっか、そうそうそう、素体のレベルなんです、実は。こっからものの数秒でシャツになりますよ。数秒ってわけでもないけど、ちょっとセンタスだけでこれシャツになります。シャツを着てる人、僕そんなにサラリーマンじゃないんで、そんなネクタイ詳しくないですけど、もうこれでしょ。ネクタイしてる人でしょ。はい、終わり。ね、待ったでしょ。みたいな。身も蓋もねえなみたいな話なんですけど、本当にこの素体さえかければ、要するに、あの、襟は首の周りを覆ってるわけですよ、簡単に言って。しかし覆ってんだけど、ほんのちょっとこう、ずれてますよ、もちろん当たり前の話は。ほんのちょっとね、このぐらい。だけど、みんなこのさ、差をさ、すごく大きいものだと思ってしまうんですよ。だから、全然襟と首は違うじゃんと思っちゃうんだけど、いや、まずは第一段階として、同じだと思ってください。首と襟同じ。そう。じゃあちょっと今、この素材がね、多分僕、若干今、今調子が良くなってきた、だんだん調子が良くなってきたんで、この素体ちょっとズルして、あ、もう一回使わせてもらいますよ。今は割とラフなというかフォーマルな格好でしたんで、次ラフな格好、次いきます。どんなシャツにしようかな、次。だらしない、こんなんとかね。お、同じでしょう。いや、要するに素体がちゃんとしてれば、その上にこの線ね、この線なんでしょう。この線をベースにして、この平行に描いてるわけじゃないんだけど、そこに乗せて描いてるんですよね、うん、で、今こっちこう描いたから、今度これに合わせてこう立体的にこっちぐるっと回ってますからね。こう立体的にぐるっと、理解いくのかもしれないね。
そう、基本素体に乗せるのかっていうのは、実はさっきのタオルの話ありましたよね、一番最初のタオルの話と実は同じなんですよ。同じだけど超難しくなってるってことですね、簡単に言うと。そう、要するに、じゃあもうちょっといろんなパターン、この素体がね、そう、この素体はちょっと思ったよりも一発で書いてみて、僕自分で言うのもなんだけど、まあ書いて書けたのでこれで何パターンかちょっと書いておこうか微妙に斜めでいい感じの角度ですね。いろんなこう汎用性というか応用性がある、本当にこのフォルムなんですよ。で、次いきます。次は、お、感動感動、お、ほんと真似して描けてる人いる？次はじゃあマフラーとかにしましょうか。とかね。そうそう、パーカーもいいね。パーカーとかにしようか、次。だんだん寒くなってきますからね、こっちなんか本当に。ちょっと、永遠の、こう、あれ、なんだろう、ダッフルコートは永遠のあれですよね。冬の、こう、マストアイテムですよね。もうダッフルコート着ないけどさ、学生はダッフルコート着るよね。僕も着てたよ、ダッフルコート今思うとあんなさ、重くてさ、あんな重いのよく着てたよって思うよだって全部ウールだからね、重いのよく着てたなって思うよね。そう、ダッフルね、ダッフルいいよねいや、まあ基本同じだってことです。ちょっと上手くなかったね、このマフラーね。パーカー行ってみようか、パーカー。本当、着せ替え人形的に、そう、着せ替え人形ですよね、完全に。次はパーカーです。ちょっと考え方、もうちょっと補助線足してみましょうか、皆さん分かりやすいように。正中線を引きます。多分これでまた一つ考え方が変わると思います。正中線が結構こっち側にありますよ、こっちこっち。みんなもっと真ん中に引いちゃってる人いるでしょ、うまくいってない人。こんなにこっちだよ、多分そこの思い違いが多分あるんじゃないでしょうか。そう、結構左側です。それによって立体感が出ます。この差が割 と、違いますね、とか大きいですね。そして基本パーカーなんですけど、やっぱここにこういうライン取りに乗ってるっていうのはやっぱり大事で、まああとはまずはやっぱ基本に忠実にアウトラインこのぐらいこうまず乗ってると、こう残る。次こっからこうで、まあ、こっちにも同じようなのがぐるっと来ている。そして例えばこういうなんか紐がひょろりって出てたりするじゃないですか。それもすかさずこの立体にこう乗ってるとっていうのがポイントです。そう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 、紐も立体に乗ってます。次、コミケ、俺の代わりに場所取ってくんないですかね、そのあなたで、なんかそのもしもネット村とかの人でなんかあの場所取ってくんないかな。僕そのちょっとその時間がもうなくなっちゃってねそう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 、いやもう多分冬出ないよね、うん、ちょっとね無理だね、コミケ出んの。いや俺寒いのは全然耐えられるんだけど
どうしてもね、なんか、まあ、あの、ちょっといろいろ、ネット村の方のとか、あるいはその選考とか、あとね、実はもう一つ、あの、極秘のプロジェクトがあるので、ちょっとその手間が無理なんだよね。その楽しかったんだけどね、あの、去年の夏やったんだけど、プロジェクトっつっても大した話じゃない。要するになんか、まあなんかですよ。まだちょっと言えないです。もうちょっとしたらなんか言うと思いますけど。プロジェクトって言っても単純になんかちょっとなんか作ってるんですよ、はい。別にアニメ作ってるわけじゃないんだけど。そう。はい。こんな感じで、あの、いくらでも、素体に、載せられるんですよ。ね。っていうことですね。なんで、あの、なんかもう裸なんですよって話も変なんだけど、しかもパーカーなんてさ、ほとんど、まあ、ここら辺どんなモコモコの、まあ、あの質感の素材のものであれ、よほどこうモコモコのなんかこうね、ほんと微妙に、まあ要するにダウンジャケットとかだとこうモコモコしますよね、こういう時ね。だとしま、まあありますけど、そういうのも大概の布はですね、ほとんど裸にまとわりついてるので、要するにほとんど裸なんですよ、皆さん。と思ってください。本当に素体プラスアルファだと思ってください。そこに、そう、素体が大事だというのは分かった。要するに、そう、素体があった上でそこにあくまで乗っているっていうことです。これは、最初のタオルの話と同じですね。要するに、まずは板の上にあるタオルを書きましたね。まずは、ちょっとおさらいですよ。その1。板の上にあるタオルを、まあ、書きました。ね、その2、まあ、なんかその椅子の、まあ、中にぶら下がってるタオルを書きました、ね。何かにぶら下がってるタオルを書きました。その3、まあ、椅子にぶら下がってる、実は椅子っていうのは肩にぶら下がってるようなものにも見えるので、ね、こうね、ありましたね。で、その4、箱に、乗っているタオルを描きました。これが要するに人間の体の場所場所なわけですよ。これは肩であり、ここはどっかのポイントでありみたいなね。要するにそれのどれかなわけですよね、うん、のために実は最初の準備として4パターン一応用意してたんですよね、うん、っていうそのシワの要するに出来方とかを、要するになんとかじわとかねじれじわとかさ、そのなんか参考書見るとさ、なんか書いてあるじゃん、なんとかじわによるやつの、こっちはこっちのに行ってるやつですよみたいなさ、そんなのみんなさ覚えられる、あの本見ててさ。俺はあれいちいち暗記するのもうめんどくさいんだけどさ、あれさ意味あるかって俺思うんだけど、普通に見ながら書けよって思うんだけど、普通にただそこに見ながら書けやさ、それあれ暗記してさ、あれ暗記してそれ応用できる自分でさ、そうじゃなくてさ、普通に自分でこうやってなんかこうこの後こうやって見てさ、なんかあこうこうなんかこんなのできてんなと思って、なんか書けいいじゃんそれって思うんだけど、はい、っていうのがポイント。あとね、ちょっと言い忘れたのがいくつかありますよ。ね、無数のシワがこうねじねじと、まああるとしましょう。ちょっと応用編です、最後まとめ。例えばこの女性、ねじねじとかね、なんかこうねじれてね、あとしましょう。これをどこを線化、線化っていうのは線画かね、線にすればいいのか、要するに全部線にしたらもうもっさりなんかかっこ悪いみたいになっちゃうでしょ。これをどこを線化っていうのは線にするか、線画化でもいいけどね、線画として抽出するのか、要するに抽出ね、線画家として抽出するのか、抽出するか、まあ、すごく重要ですね。はい、そのポイント一つ、あの、そうが、あの、すごく重要です。その1、関節ごとに、関節位置はシワ多め、関節位置シワ多めとか、その2、
さっきも言いましたね、平行単調シンメトリーを避ける、まあ大きく言ってこの2つね、すこれ関節、はい、まあこれこの2ポイントかな、うん、要するに脇、脇ね、これで言うと脇、肘、そして腰にいっぱいシワが寄ってますね。まあ、普通にしててもそうなんだけど、普通の人でも、さっきのシャツとか、まあ、こういうね、ジャケットでも、要するに関節位置にシワがいっぱい寄ってます、こういうとこ。そして、袖なんかも、要するにこういう、シャツも、こういうとこにシワがいっぱい寄ってて、とこういうとこにもちょっと寄って。要するに関節位置ですね。関節位置にいっぱいシワが寄ってます。どこに、要するにこういうとことかこういうとことか、なんかいろんなとこにシワがあってぐちゃぐちゃみたいになっちゃうでしょ書いてるとじゃなくて、関節位置っていうふうにちゃんと明確に明瞭にポイントをつけます。僕のちょっと添削見てください、添削結果を見ると、そういう、なんだろう、ポイントポイント、でもここに関節があるからここにいっぱいというのも実際問題そうなんですよね。見ると割とそこに多めに大きなシワができてるの分かりますかね。僕だったらこの絵で絶対シワとして欲しいのはやっぱりここ、ここですね。やっぱ肩ですね。肩、肘のこの脇、この関節ですね。これも実は素体化した時にやっぱり関節の位置って分かるじゃないですか。素体化したときに、ここら辺とかここら辺、こことかね、っていうポイントポイントはもうシワを集中させると割とうまくいきますというのと、さっきも言ったように、例えば線をこうなんとなく引いてしまうシワをね、こう例えば、ね、こういうところをね、なんとなくこう揃えてしまう、こういう細かいところ、ね、をもうちょっとそれを大きいシワ、ちっちゃいシワ、シワ、しかも方向性が微妙に変わってる。そしてまたこっち、幅がもっと狭くなってるかもしれないし、逆にもっと広くなってるかもしれない。この幅そのものや方向性を微妙になんかこう変えたりずれたりすることによって、これがなんかすごい平面的なものに見えるんですね、立体的に。わかりますか？それがこうした瞬間にすごいなんか複雑な立体にちょっとなったように見えませんか？ちょっと同じ線の組み方でも。そう。これ実はスカートのシワとかでも同じですよね。これ前なんかで説明してますけど、同じ平行っぽい、例えば、スカートの、女子高生のスカートとかでも、この幅をこれだけ変えるだけで、これ立体なんですよね。そうそうそう、フリルのシワの迷宮的な感じね。これがこう平行に描くことによって平面になります。逆に平面感を出したいときは、こう、フラットに描く。これで奥行きがこうできます、ね、てな具合でこの枠で終わろっか。ちょっと疲れたよ、説明もここで終わります。とりあえず絵の説明系の講習はここで終わります。お疲れ様でした。